都藩坂江寺は、日本の実業家。大日本プロレスリング工業株式、会社代表取締役社長。東京都足立区出身。血液型 AB 型。身長170センチメートル、体重73キログラム。都立京橋高校卒業後の1991年、SWS の新入社員募集で採用され、分裂後は、ネットワークオブレスリングに移籍。 第二次ナウでは社長を務め、当時のプロレス団体で最年少の社長就任であった。その後、1995年の第2本プロレス、旗揚げ時に統括部長に就任。当初はレフェリーとして、第2本初期のデスマッチを数多くさばいてきた。さらに侍 TV での第2本の中継番組、大日大戦などで実況アナウンサーとして、 スポーツライターのす山博ま次とのチームで活躍するようになる。番組内で場外乱闘時で会場内のパイプ椅子で弁償となる後楽園ホールの椅子を使われた児等は思わず現場監督としての愚痴がこぼれることもある。また大日本のグッズ関係を取り扱う子会社の4強工芸を設立し、後にこちらの社長を務めるようになり、リニッカンによるとレフェリー時代、 試合の日は自分で試合を裁いて試合が終わると売店へ直行。試合のない日は事務作業をこなすという日々を送っていたという。現在でも試合のない日は事務、営業といった日々を送っている。2008年金村金太郎の引き起こした女性スタッフ愛拶事件で2月19日付で現場責任者兼統括部長を隕石辞任が代行の後、 9月1日付で再任。同時に第2次大戦の実況も一時降板したが、9月16日放送分より復帰し、後楽園のパイプイス弁償ネタを早速披露した。その後、バーブ・佐々木、リニッカン等後継のレフェリーが育ち、次第に裁く試合数も減ったため、不定期ながら地方大会を中心に、レフェリーとして試合を裁くこともあったが、現在は、 リフェリーとしては一線を知りき、兼務は実況アナウンサーに専念している。統括部長だった頃、ちゃんこや自転車販売、歌手などといったソロク社長の副業を心よく思っておらず、妨害工作を企てることもしばしばあった。2011年7月1日、グレートソロクの会長就任に伴い都藩が公認の第日本プロレス工業社長に就任する。 第二次対戦アナウンサーチーム、ありがとうございます。